レッツ、札幌を下して待望のヘグモ大勢初勝利きた。J1 リーグ第3節が10日に行われ、北海道コンサドーレ札幌と浦和レッズが対戦。境の豪快ヘディング弾で浦和が先制し、そのまま1対0で勝利している。浦和は前田が効果的だったし、関根も松尾もそれぞれ攻撃の意識が出てきてたかな。小泉や伊藤はうまく潤滑油のポジションで攻守に走ってたと思う。いい連携からの崩しも増えてきたし、中盤3枚の前線との絡み方が良くなってきた。開幕してから2週間、良い修正ができてきたのが目に見えてわかる。興梠は去年で引退を覚悟していたらしいけど、ここに来てまさかの出ずっぱりになりそうなほどの重要さ。去年臨戦が全くハマらず興梠にしたら途端に良くなったが、やはり興梠はどんな監督の戦術でも良いプレイできる。初日が変わって不安だったけど佐藤がかなり良かったし、渡辺も守備時のポジショニングはまだまだだけど徐々に良さが出るようになってる。初日と前田かなり心配だな。ただ佐藤がすごい良かったのが救いだわ。やはり収まる興梠を入れることで攻撃はかなり良かったと思う。あと、千葉はやばいね。何人怪我をさせれば気が済むんだ。札幌も決定機というかフリーでシュート打つタイミングあったけど、全体的に浦和の方がチャンス作ってたかな。マジ初勝利。しかしながら追加点を奪えないんじゃ今後厳しい。まだまだここからだ。